北海道札幌市でまた危険運転による交通死亡事故が発生しました事故の原因としてはトラックを加害車両が左から追い越しそして前方の普通車とトラックの間を縫うようにして走行それにより被害車両から加害車両が見えない状態であったと言えます加害車両については 優先道路とはいえ、交差点の手前で追い越しをしたことにより、交差点に合流する車両を発見するのが遅れたことが大きな原因だと思います。そして、前方に現れた被害者の手前で停止できる速度ではなかったこと。報道によれば、時速100キロを超えていたのではないのかと言われています。ルールを守っていれば、 どんな事故も起こりません今回犠牲になった方たちと同じような悲しみをするご家族ご遺族の方を絶対に増やしてはいけませんご冥福をお祈りします